だとの骨頂の巻ナイアガラホールズタウンまでようやく着きました。ちょっと雨降ってますね。今の時間は7時31分。もともと26分ぐらいに着く予定だったんで、たった5分しか遅れてないです。まあ実際5分ってもうアメリカだと遅れてないに等しいかなって感じだと思います。実際遅れてないって感じなんでしょう。ナイアガラホールズ結構大きい観光地だと思ってたので、人いっぱいいるかと思ったら、そうなんですよね、駅自体は立派だから人がいてもおかしくないんですけど、全然人がおりません。アムトラックもニューヨークから乗ってきた時はすごい人がいっぱいいたのに全然おりません。10時から乗ってるんで、10時20分から乗ってるんで、ちょうど9時間15分の旅ですね。なんか9時間ぐらいの移動だと、もうアメリカだと何ともないっていう気分。 I'm sorry? You didn't leave a bag in the train, did you? Gray bag? This bag?There's another bag that was around where you sat. Another bag? No, I didn't. Not yours? Yeah, not mine. Thank you. 誰かがバッグを忘れてるんでしょうね。ちょっと雨が降ってきちゃったんで、ホテルまで30分以上かかる、歩くとかかっちゃうんで、ちょっとタクシー呼びたいと思います。ナイアガラホールズ、ナイアガラホールズの駅前。また出るのかな。結構、なんもない感じです。もうあっちの向こう側にあるのはもしかしてカナダの手前ぐらいかもしれないですね。もうすぐそこがカナダのカナダとアメリカの国境になっております。あいにくの雨でちょっと歩き回るのは厳しそうですね。タクシーがやってきました。まあリフトに乗ってるんですけど、ホテルに着きました。ハイアットプレイスナイアガラホールズです。いやもう向こうに見えるのはカナダですね。すごいな、カナダの国境まで来たんですね。いや2週間ぐらい前にはメキシコまで行ってたことを思うと随分来たもんだなと思います。そしてアメリカの観光地にはハードロックカフェってどこにでもあるんですね。日本にも六本木にあったと思いますけど、キングベッドで、やっぱ田舎というかまあちょっと地方部だから空間が広いですね。広くてとてもいいです。ここに2日連続で泊まればよかったな。明日は今後の、アムトラックのことを考えてバッファローの宿取っちゃったんですよね。ずいぶん快適で、ここを開けると隣の部屋につながってみたいで、大きく使いたいというか大人数で来るとそうやって使うんでしょう。いや、価格はいくらだったかな、そんなに高くなかったですね。2万いくらぐらいでした。いやーすごいですね。なんかカナダまで来たんだなと、まあ、まだカナダ行ってないんですけど、いやーすごい。例えばちょっとですね、先ほどホテルの人に聞いてみたら、結構なんでか知らないけどあんまり人がいないですねって話して、コロナかどうかって聞いたら、コロナじゃなくてナイアガラのオンシーズンって今週末というか、5月の、最初の土日以降、なんかこれは気候によって違うらしいんですけれども、ちょっともうちょっ と,、3日4日後以降がオンシーズンになるんですよね。今はちょっとその
数日前、本当3日前とかで、やってないアトラクションとかクルーズとかがあったりするからまだ客が来てないんだと思うってことでした。やっぱりあのカナダとの国境で寒いし、あの基本的にはやっぱりあの5月中旬から夏にかけてがハイシーズンだそうです。まあ、あの寒い時期は寒い時期で、凍っているナイアガラのあたりを見るみたいな、そういうアトラクションというかあのツアーもあるみたいですけど、やっぱりオンシーズンは夏みたいですね。いや、ナイアガラフォールズ、アメリカとカナダの国境の町までやってまいりました。今ちょっと歩いてみてるんですけれども、ナイアガラの街を、ここがレインボーブルバードって言って一番栄えてる大通りみたいですね。多分レインボー橋っていうところに、あのままずっとあっち側に歩くともうカナダの国境を越えるんだと思います。バンザンノーブルとかあったり、確かになんかすごいちょっと綺麗に整備されてて、パパジョーンズみたいなチェーン店のピザ屋もあったり、なんていうかアメリカの地方の観光地っていう感じがしていいですね。なんかナイアガラ自体はもう観光地化されたのは18世紀のことだっていうふうに、ウィキペディアに書いてありました。もう18世紀のうちからなんかハネムーンの場所としてすごい有名だったみたいで、まあ19世紀になってからしっかり開発されてったみたいですけれども、アメリカの観光地としてはとても歴史がある、最も歴史があると言ってもいい場所の一つだようです。レインフォレストカフェとかティジアフライデーズとか、あそこのカジノもホテル系でしょうね。やっぱりなんかアメリカの観光地、アメリカの保養地で家族で来たりするような場所なんでしょうね。さっき泊まってるハイアットも、まあ、ハイアットプレイスなんで、あのハイアットみたいなのとはちょっと違うんですけど、まあハイアットも温水プールが完備されて結構家族で遊んでる人たちがいました。やっぱ家族で来る場所なんでしょうね。なんかやってますね。ちなみになんか結構僕が旅行してる間、まあちまちでフォーマルドレス着た若い子たちがキャキャやってるの見たんですけど、何なんだろうと思って聞いてみたら、プロムみたいだったみたいですね。あの高校生が卒業式の時にみんなでダンスパーティーするやつみたいな、結構それを全米各地でやっているタイミングだったみたいで、なんかプロムって別に日程決まってるわけじゃないんですね。まちまちによって全然異なるみたいで、もしかしたらナイアガラも今やってるのかもしれませんね。やっぱそうかなんだ。あ、まあ踊りはまあこんなもんですかね。なんかここにでっかいドーム、ちょっとしたコンベンションセンターみたいなものでしょうかね。 あそこの教会は一番最初にナイアガラを見つけたのかな。まあ見に来た教会のなんか神父さんがあそこに建てたっていう一番古いやつだそうです。この地域で一番古い教会だと。ああ、コンベンションセンターっていうか、ああ、まあなんか完全な娯楽施設ですね。すごいな。まあ、ナイアガラ全体的には観光地としてはアメリカ側はこんだけかもしれないですね。まあもうちょっとあっち側にもありそうですけど、もしかしたらちょっとカナダ側の方がすごいかもしれないですね。街の反対側の明かりがすごくて、建物もいっぱいあって、
まあ、やっぱり北米とはいえやっぱりあのカナダって、まあ、メキシコほどとの差ではないでしょうけど、多少物価の関係もあって向こうの方がいいというか、アメリカの人間が国境を渡って向こうで遊んだりするのはちょうどいいのかもしれないですね。今8時半なんですけど、気温は12度ですね。意外と、いやまあ12度なんで寒いんですけど、そんなに寒くないというか、まあ、雨が降ってて湿気もあるからかもしれないですけど、体感の寒さはあんまり感じないです。まあ正直あのカナダの方まで来てるから、もう5月になったというより相当寒いんじゃないかと思って僕は覚悟してたんですけど、意外と寒くなくて良かったですね。あちら側に見えるのがカナダサイドになります。やっぱ同じニューヨーク州とはいえ、今回ニューヨーク州をまあ横断するような形でナイアガラまで来ましたけれど、やっぱマンハッタンを離れて1時間もすると、なんかだいぶ都市という感じから離れてきて、本当に地方都市というか、まあ、言葉を選ばず言えば、まあ、田舎みたいな感じになりますね。このナイアガラも完全にそういう田舎の観光地みたいな様子を呈しています。なんせここ今僕駐車場歩いてるんですけど、駐車場が広い、まあ、本当に広い。まあ多分夏のハイシーズンになればここもいっぱいお客さんがいるんでしょう。 あれがナイアガラの橋なのかな。 あそこがここをまっすぐ行くとレインボーブリッジですね。まあ、車でも行けるし歩いても行けるそうですけど、ここナイアガラの川、ナイアガラ川があるんですが、そこを渡しているはしのはずです。だから僕は明日ここを歩いて越えて、とはいえ実はもうなんかめちゃくちゃこの新しい靴を買って、あの靴ずれが結構ひどくてめちゃくちゃ足が痛くなっちゃってるんですけど、まあでも明日も歩いて、あの国境を越えてあのカナダ側に行きたいと思います。やっぱカナダの方が光がある感じなんですよね。結構人はいないですね。さっきのブルーバード大通りにしか人がいない感じで、そうなんかみんな歩いてないんですよ、車乗ってて。まあだからなんかそれもちょっと地方っぽさがありますね。とはいえ今回、ロスから入ってエルパソ、サンアントニオ、それからアトランタ、ワシントン DC、フィラデルフィア、ニューヨークと来ましたけれども、もしかしたら一番今回の旅でその田舎なポイントかもしれないです。都市という意味ではナイアガラもバッファローというアメリカ2番目の都市にとても近い場所にあるわけですけど、多分ここが一番今回のアメリカ一周の旅で訪れる場所の中では一番田舎なポイントになるかと思います。ほんとなんかアメリカの田舎って感じがしますね。おっと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 、今止まってるのはあそこのハイアットプレイスです。そう、これを越えるとカナダですね。あそこのタワーとかも下登ろうと思ってるタワーです。展望台ですね。いや本当もうカナダまで来たんだなという感じがします。やっぱなんか向こうに覗いている街の方がちょっと活気がありそうな感じがしますよね。エルパソもちょっと似たような感じでアメリカの人が
向こう側に安いから遊びに行くっていうところがありましたけれども、やっぱり治安が非常に悪いところだったんで、あんまりそういうなんていうか栄えてるっちゃ栄えてるんだけれど、あんま健全に栄えてる感じはしなかったんですけど、ナイアガラはなんとなくやっぱ観光地だから、まあ、おそらく伝統的な、まあ、それこそ観光地、伝統的な観光地なんでしょうね、新婚旅行で使われたってことは昔の熱海みたいな感じなのかもしれません。きっとハイシーズンになるともっと人が出歩いてたりしていい感じなんでしょうね。とても夏に来たら気持ちがいいだろうなという感じがします。ナイアガラの滝はあちらの方にあるはずなんですよね。でも全然音が聞こえないからちょっとだいぶ遠いのかな。そうですね、地図的にはここら辺がナイアガラの滝なんですけど、そこまで遠くはないんですけど、ハードロックカフェですね。いや、このアムトラックの旅ってもう慣れたからいいんですけど、ずっと座ってるからあんまお腹減んないですね。いやー、アリドルのサンドイッチ食べたんでもう十分という感じです。やっぱあっち側の方がなんか、あれらはカジノだったりするしホテルだし、こっち側より下手したらホテルが多いかもしれないですね。ビザの関係も調べてみて、一時的に入国することが簡単に日本人もできるのかどうか見てみたんですが、結論から言うとかなり簡単に入国ができるみたいです。ただ今コロナなんで、アライブキャン、アライブカナダみたいなアプリがあって、それにその、ワクチン接種の情報とかパスポート情報とか入れとかないと、ちょっと面倒くさいんだろうなって感じでした。もう本当往復1000円もしないんじゃないかなぐらいの手数料しか取られないみたいなので、ちょうどよくいい感じで、明日はカナダに日帰りで行ってこようと思います。こっちはまっすぐ行くとゴートアイランドっていう、目の前に、あ、なるほど、こっちはまっすぐ行くと目の前まで行けるんですね、ナイアガラの滝の。なるほどなるほど、よいしょ。アメリカで夜の暗くなってから公園に入るのって自殺行為だと思うんですけど、ちょっとここは治安が良さそうですね。観光客、インド系の観光客の方も歩いているし、まああんまおすすめはしないんですけど。向こう側にビジターセンターがあるとなっているので、やっぱり、これをこっちの方にずっと行かれてるけど、あ、霧の、いや、滝の音が、滝の音が聞こえますね。なんかあれだな、なんか日本の川沿いの温泉旅館に来たような音がしますね。川沿いの温泉旅館に行くと、鬼怒川とかもそうですけど、まあ特に長野とかの温泉旅館もそうですけど、その川の音がずっとザー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 聞こえて、夜寝る時もずっと聞こえてるみたいなことがあって、でもいつの間にかもう耳が慣れちゃうみたいなと思うんですけど。おお、あれだ。いや、でもこれは滝じゃないんだ。滝じゃなくて、なんか騒いでる人いるのは大丈夫かな。アメリカは最近薬やってる人が多そうで怖いんですよね、本当に。ナイアガラの川ですね。結構アメリカの遥か遠く、ロッキー山脈
の雪解けの氷がここまで流れてきてるそうですね。ここから五大湖まで、そのロッキー山脈から五大湖まで雪解けした氷が、氷っていうか水がこっちの方まで流れてきて、それで最終的に大西洋に降り注いでいく、そんななんか水の発生源だそうです。おーおー、結構川だけど勢いがある川ですね。勢いが強い。これは力強いな。大変力強いです。川なんですけど、いや、なんで、しかもすごいライトアップちゃんとされてていいですね。いや、力強いですね。いや、力強い、本当に力強い。これはどこまで行けば見えるの。やっぱりザーッといってるから、水しぶきが上がりまくって、すごいなんかぶっちゃけ、湿度が高いです。いやー、勢いがありますね。川にしちゃすごい勢いがある。もうあっちの方なんかはもう曇ってよく見えないですね。ちょっと神秘的な感じがしていいですけど、いや、これは迫力があるな。急流ですね、本当に。あれ、あ、ここも滝が、あ、これ滝なのか。これは滝かもしれないですね。でもどうなってるんだろう、よくわからない。あ、これはアメリカ滝っていうのか。ここもアメリカ滝だそうです。まあ、なんかナイアガラって滝が3つぐらいあるみたいで、まあ、一番でかいのは多分もっと向こうにあるやつなんですけど、このアメリカ滝っていうのも滝の一つのはずです。あ、ライトアップされてる。あ、滝だ、滝になってる。本当に滝になってますね。いや、すごい。いや、すごいな。やっぱりちょっと迫力が違いますね。アメリカ滝小さいって言うけど、いや、十分でしょう。結構迫力があるな。すごいパワフルですね。川沢のビクトリア滝っていうんですかね、なんかそっちも明日見るつもりですけど、まあ、残念ながらカナダの側の、クルーズはですね、ちょっと3日後ぐらいからオープンするらしいんですよね。
ちょっとまだオフシーズンだそうで、ただアメリカ側のクルーズは1週間ぐらい前からオープンしだしてそうなので運が良かったです。まあ、今回ナイアガラのためにアメリカ一周してるわけじゃないんで、たまたまこのタイミングでちゃんとクルーズに乗ることができて良かったです。いやでもすごいですね、パワフル。いや明日楽しみだな。これはすごいですよ。で、まあ、アメリカたちはまだ小さいらしくて、向こう側のカナダの方のやつも明日は見れますけど、そっちの方がもっとすごいらしいですね。10倍ぐらい水量があるって言いますけど、これで十分カメラを撮れるって人が来るんじゃないかと思うくらい立派な滝になってますね。いやすごい。そしてここからカナダ側を見るとなんかちょっと栄えてそう、雰囲気感じられます。あそこの観覧車はカナダで一番でかい、カナダ最大の観覧車だそうです。明日観覧車乗るかなって迷ってるんですけど、なんか36歳の男が海外で一人で観覧車乗ってるとなんか自殺しそうな感じで来て嫌だなって。おー、すごいすごいすごい。いやすごいな、水のしぶきの、なんていうんですか、この吹き上がりというか、すごいな。なの？いやー感動です。これは本物ですね。本物ですねって本物なんですけど、いやすごいですね。これは本当にすごい滝だ。海外で滝を見るってあんましたことがないんでよくわかんないですけど、まあ、日本でもでかい滝ってあって、まあ、華厳の滝とかもそうかもしれないですけど、まあすごい風情もあったり勢いもあっていいですけど、やっぱちょっと違いますね。すごい、これはカナダ側から見るとライトアップされてるのかもしれないですね。すごいな。いや本当すごいです。いやわざわざからニューヨークから9時間もかけて来てよかったです。まあ、本当は飛行機なら1時間半ぐらい着くと思うんですけど、1時間半も実はかかんないのかな鉄道で来たかったんでしょうがないんですが、いやでもこれはすごい。こっちから見るともっと下まで見えますね。すごいですね。感動ですね。この滝水量がありすぎて、もともとはなんか毎年1メートルほど後退してたそうです。まあ上部に川の上部にダムを作って水量を抑えるようにしたそうで、それ以降は1メートルじゃなくて30センチかな、そのぐらいまで減少させることができたそうですけど、まあ確かにこれじゃ削れてきますよね。そりゃすごい勢いです。これは迫力ありますね。これは見に来てよかった。面白いですね。これは、オンタリオ州、トロント首都のあるオンタリオ州ですね。もう向こうはオンタリオ州です。であそこに見えているレインボーブリッジ、あれを明日は越えて、カナダ側に入国します。すごいな。いや
すごいすごいばかり言ってますけど、本当に言葉を失うような。あー、なんかライトアップの色が変わった、良かったです。明日はナイアガラの川を、クルーズしてもっと近くまで見に行きたいと思ってますし、カナダ側にも抜けたいと思っています。この新婚旅行の地に、一人で来てしまうという大失態を犯してますが、いやでも十分楽しめそうですね。いや GoPro の電池が切れちゃいました。いやーまあでも本当に来てよかったです。まあじゃあ今日のところはアメリカ一周の23日目ですね、これで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。